はい、本日はですね、こちらついつい毎日着たくなるインナーダウンをね、ご紹介していきたいなと思います。空気のように、羽織るっていうワードがあるんですね。なんと去年より 10% 増量しました。はい、本日はですね、こちらついつい毎日着たくなるインナーダウンをね、ご紹介していきたいなと思います。ということで、こちらノースフェイスの方からもですね、空気のように、羽織るっていうワードがあるんですね。で、正式名称がライトヒートジャケットっていう名前なんですけども、実はこれ昨年から出てたんですけども、今年からね、ちょっと変わったんですよ。で、お得意の、サイズだけ変えたんですかっていうパターンじゃなくて中綿も変わってるんですね。だからそんな話をしていきたいんですけども、まずはですね、こちらつい先日口実山荘さんで買い物させていただきました。なんと口実山荘ってね、僕行った君井寺っていうとこはね35年やってるらしいんですよ。で、僕34歳なんですよ。だから僕より1歳年上なんですけど、その店長35年前からずっといてるらしいんですね。だからもうそこの店は店長おらんかったら回らんでっていうような、素晴らしい、しかもめっちゃ優しい店長だったんで、ぜひぜひ皆さん行ってみてください。まあそれはちょっといいとして、こんな感じですね。今回はですね、ライトヒートジャケットを L サイズで着用します。ちなみに XL の方がサイズとしては良かったんかなと思うんですけど、もし気になる方はその口実山荘の動画で着てますので、そちら見ていただけると、あ、確かに XL の方がいいかな、いや L でいいんちゃうとかっていうのも分かるかなと思うんですけど、 L やとね、その時も言ってたんですけど、ちょっとね T シャツ出るんですよ。これどうかなっていう話もしてたんで、まあこれはちょっと人によったりすると思うんですけど、この身幅をまずベースで合わせたいっていう人からしたら、いつも通りのサイズでいいんですけど、いや丈感でちょっと合わせたいっていう人はワンサイズ上の方がいいと思います。はい、っていうところでね、ライトヒートジャケットで、これ去年から出てて、なんで今更なんていう話なんやけど、その変更したっていうところが正式的にノースフェイスも言ってるんですけど、このダウンジャケットなんと去年より 10% 増量しましたって言ってるわけなんですね。で、あ、なるほどなるほどと、よくスーパーでも言いますよね、 10% 増量 10% 引きとか言ったりして、人間そういうの言われてるとピュー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 ついていっちゃうんですけども、 10% 増量した、そんなことがすごいわけじゃないんですよ。ようよう見たら、おいおい、そんなことよりも書くことあるやろと思ったんですけど、それが何なんかっていうと、ダウンの量が増えた、確かにそれはそうなんですけど、実はですね、去年までっていうのはこれダウンだけじゃなかったんですよ。中にダウンっていう天然のものと中綿ジャケットっていうよ、中綿ダウンっていう、まあ人工のダウンも入れられとったんですよね。で、それを両方足して、今なんか巷ではハイブリッドっていうふざけた名前つけてるんですけど、そんなもんね、ハイブリッドでも何でもなくて、僕からしたらどっちにも寄ってないから使いづらいんですよ。で、ユニクロも出てるけど、ハイブリッドって出てて、中綿のいいとことダウンのいいとこ両方入れましたなんて言ってるけど、結局中綿やったら洗濯できんのに、変にダウン入ってるから洗濯しづらいやないかいってなってくるし、あの中綿が入ってるおかげで保温力ちょっと下がってるやないかいってなってくるので、確かに原価を抑えれるんですよね、あの混ぜたりとかすることによって。で、中綿 100% 中綿 100% の方が安いんやけども、それすると味気ないからちょっとだけダウンを入れるっていう、あの、まあ、確かにコストは下がるんやけども、それお客さんのためとしてどうなるなと思ったりはするんですけど、一旦その話して長くなるからちょっと置いておきましょうか。まあ、そういうことで、ね、ダウンがちょっと増えてるよと。で、しかも去年まではね、中綿も入ってたんやけど、今年からは中綿はもう入らない、だからダウンだけになってるっていう状態なんで、おそらくそのダウンの量が多くなったとかって関係なくて、とにかくダウンだけになってるからちょっと保温力上がってると思います。あの、ちなみにね、よく似てるところで出てくると、このサンダージャケットっていうのがよく出てくるんですよ。で、サンダージャケットっていう名前はどうでもいいんやけども、イメージとしてはパッと見の、先入観で覚えてください。ちょっとテカってるのがヒート、マットなのがサンダー、もうそれだけで OK です。で、それを覚えてもらったら、このマットな方のサンダーも実は中綿入ってるんですよ。で、これはもう7年ぐらい前のモデルやから、この時はまだダウンやったんですね。で、突然で中綿入るようになったんですよ。で、ヒートジャケットもそうや、なんかどうかわからないけども、中綿が入るとさっきも言ったみたいに、どっちかわからへんから取り扱いしづらいっていうところがあるので、結局中綿ジャケットになるんやったら、もううちこれでいいですわって言って変わっていったのが、みんなそうご存知大好きのアトムエアルフーディーなんですよ。ただこのアトムエアルフーディーめちゃくちゃ人気あって、みんなめっちゃいいめっちゃいいって言って買って、なんやったら値段は1万円ぐらいこれより高いんですよ。4万円ぐらいする、今やったらもうちょい高なってるかもしれんけども、これはなんせ中綿が洗えるんですよ。だから洗えるし、あったかいっていうところで、いやでもさっきダウンの方があったかいって言ってましたやん、ちょっと待ってくださいよなんていう話するんやけど、ちょっと待つんですけどもね、中綿でも温数を上げていってね、分厚くすればそれはもちろんあったかくなるじゃないですか。で、いくらダウンの方があったかいって言っても、極論同じグラム入ってたら中綿ダウンの方があったかいですね。ただ中綿の方が量が多かったら、もともとのスペックとしてはちょっと低いんやけど、量を入れてカバーするっていうことしたのがこれやったんですよ。で、そうなってきたら、おいおい、これライトヒートジャケット言ってる場合じゃなくて、今からアークテリクスの動画に変えようかなと思ったりするんですけども、ただこれがもうね、なかなか変えないんですよ。アトム LT はまだ変えても、 AR がなかなか変われんってことで、それの代替なんのないかなって言ってこうやってずっと探してるわけなんですよね。で、まあ一体今回じゃあこれちょっと紹介してみようと思って購入させていただきました。確かに中綿と違って
ってやっぱ軽い。ダウンの良さはそこなんですよね。軽くて暖かくできるっていうところなんで、まあ、これは保温力だけで言ったらアトムとあんま変わらんかなって思えるぐらいなんで、ちょっとアトムエアルがもうどうしても変われんって方は、まあ、こういうのもありかなと思います。そして次がですけども、まあ、何がいいなのかっていうと、これ値段がだいたいね2万6000円の消費税なんですよ。2万8600円ということで3万円切ってるんですけど、それでいてダウン使ってて、そして生地にこれが使われてるんですね。このパーテックスっていうのが使われてる。でパーテックスっていうと僕の視聴者さんはご存知なんですけども、普通のナイロン生地の中でも強いナイロン生地、要はパラシュートとかでも使われる生地って何でしたっけっていうと、そうパーテックスって皆さん出てくるわけなんですよ。まあ、そこまで言ったらちょっと変態やけども、まあパーテックスってあるんですよ。多分アパレルの店員さんでもパーテックス知らん人おると思うけども、まあ、そのパーテックスっていう生地のブランドがあるんですよ。普通のパラシュートとか使うよりもさらに丈夫な生地なんだよっていうのがあって、要は破れたらあかんからね。そのパーテックスを使ってて、なおかつダウンジャケットでダウンである抜けてくる、こう羽が抜けてきてもう服真っ白けっけなりますわいうのがないんですよ。あの要は破れにくいから、生地が丈夫やからね。破れてこい、あそれええやんと、生地丈夫なんどうでもよかったけど中から綿抜けてきにくいのがいいやんっていうことになってくるので、まあ、この辺もちょっとあのポイントじゃないかなと思います。で、まあ、これは好みなんですけど、クメの後ろにノースフェイスって入ってるんですよね。これはどう、あの僕どっちでもいい、はっきり言ってなくてもあってもどっちでもいいって感じだけど、そういうところがあると。じゃあとは言いながらもこれはデメリットがあるんですよ。このデメリットを許容できる人にはいいけども、デメリットこれ無理やっていう人はちょっとやめといた方がいいと思います。まず一つ目って何かっていうと、ダウンの配合がね 80% がダウン、フェザーが20なんですよ。でこれは必ず足して100になるんですね。だから70の時はフェザーが30で、ダウンが90の時はフェザーは10、ダウンが95の時はフェザーは5ってなるわけなんですよ。でこの配合ねちょっと勝手に変えようじゃないかと、あの誰も見てへんし今ちょっと羽抜いちゃえなんて言ってね、羽を減らしてダウンを増やしちゃえっていうのってできないんですよ。そもそもそれは牧場とかその飼育してる時に大きいマザーグースとかやったらもう綿の方が多くなってくるから結果90対10とかになってくるんですよ。で子供とかのちっちゃいのを集めていくとやっぱ羽がいっぱい入ってくるので80対20とか70対30になるので、この配合って変えようないんですね。だから僕今までとかね、あの服知らんかった時ってこれ変えれるやん、この配合ちょっと羽抜いてったらええやんなんて思ったりしてるけど、それできないんですよ。だからこれが80対20であることの理由、あのデメリットとしてはやっぱり今ダウンってユニクロとかでも90対10とかいいやつが出てきたりしてる特技に考えると、80対20ってやっぱりもう一個頑張ってほしいなって思ったりするので、あの羽が抜けてきやすい。まあそのためにパーテックスしてるけど、それでもう90、10にしてパーテックスしたらもっと抜けへんやんっていう話なんやけど、まあそういうところがちょっと羽抜けの可能性ありだよと。パーテックスって言ったって負ける可能性あるよっていうことね。で次が洗濯ができない。なんかもうこれはとにかく洗濯できんと、さっきのアトムはできるじゃないですかってなってくるんやけど、やっぱりね中綿ジャケットってまあ見てもらったら分かるんやけども、あのステッチないでしょ。でこのステッチがないのも中綿のいいとこなんですよ。こう綺麗に見えるけど、ダウンって絶対ステッチやな、ダウンが全部下に落ちていくんですよ。ボタ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 って落ちていくから、ちゃんとこのここで止めてるわけなんですよね。で中にダウンパックっていうのが入ってるんやけども、それぐらい違うんですよ。中綿はもうダウンじゃなくてシートになってるから縫製がいらない。ただこっちはいるということで、まあどうしても羽抜けも起こりやすい。そしてまあちょっと見た目的にもデザイン的にもダウンやなって感じになってくる。そしてまあ洗えないっていうことになってきて、でサイズ感ね、やっぱこれちょっと小さいよというところですね。サンダージャケットも一回ちょっと着てみようか。これサンダーもちっちゃいんですよ。で実を言うとね、洗濯できひん、洗われへん、洗われへんって勝手なこと言ってんけど、洗えるんですよ。もっと言うと、で僕これ洗ってる動画あるんですよ。だから気になる人はそれ見てくれたらいいんやけど、普通の知識やったら洗いづらいんですよ。ただ分かってれば、あここで膨らましたらいいやんとか、テニスボールぶち込んだらいいやん。今見たことない人から、なんでテニスボール今使うのって話だけど、見たことある人からしたら、はいはいはい、あれテニスボール使うときあのタイミングやねって分かってるんやけども、それぐらい普通分からへんじゃないですか。だからまあそういうの分かってる人やったら洗えるんですけど、まあ、基本ダウンは知識ある人やったら洗えるけども、分からん人ってやったら洗わん方がいいんちゃうかなって思うので、まあ一応洗えないと言ってます。やっぱちっちゃいでしょ。だからほんまは XL かなと思うんですけど、まあ同じようなサイズ感ですわ。サンダーもこのヒートジャケットもまあ似たような感じ。じゃあそのデメリットをね、今言ったサイズ感ちっちゃいですよと。え別にそのサイズ感ちっちゃいの上げたらいいやんって思うんやけど、XXL ぐらいまでしかないんですよ。だから普段 XXL 着てる人はもうないんですよ。上がもうそれ以上ないから。だからその辺とかもそうやし、あと洗うのをちょっと洗いたいなっていう人はやめといた方がいいやろうし、あとまあ抜けがある心配やなっていう方は中綿に行った方がいい。中綿はノースフェイスだけじゃなくてもいろんなブランドあったりして、逆にノースフェイスで中綿って少ないと思うんですけど、中綿 100% っていうのがね少ないと思うんですけど、まあそれはタグでね、中綿のところにポリエステル100って入ってたらもうそれは中綿です。洗えるってことなんで安心してもらえたらなと思います。とは言いながらもね、まあいい人、あのおすすめの人で、どんな人がおすすめなんかっていうと、
まあ結局アトム AR とかと同じにはなってくるんですけども、意外とねこういう薄手のダウンって重宝するんですよ。でいつ重宝するのって、車の運転の時とかめちゃくちゃいい。あの脱がんでいいし、いちいち脱ぎ着せんでいいし、ちょっとバーとか行く時とかって、バーにこんな格好で行くねって話じゃないけども、ちょっと飲み屋とか行ってる時とかって、あお客様コート預かりますかって言われるけど、ダウン脱いだ瞬間寒いんですよ。空調なんかこれ窓開いてないかってぐらい寒い時あるけど、別にこれやったら、あ持ちますかって、あいいですいいですこれ着ときますわ、その前のジップだけ開けといたらちょうど快適なんですよ。だから意外とこれ使い勝手いいんですよ。だから普段ダウンは持ってるんやけども、あ移動するタイミングの時ってちょうどないなっていう人なんかにはね、いいんじゃないかなと思います。あとはまあ洗えるのがいいんやったら中綿いた方がいいけどね。はい、そんなことで思っておりますので、まあ、あとはカラーちゃいます。カラーで気に入ったんやったらいいと思うし、こういうテカテカしてるちょっと光ってるのが嫌やっていう人はやめた方がいいと思うけども、あ全然俺気にならへんよっていう方は、ね、いいかなと思うんですけど、そんなことをちょっと喋ってみたという動画になっております。まあとにかく今年から仕様変わってるし、少し見幅も余裕出たんちゃうかなと思います。この手のシリーズってね、中間着として着るように作られてるから結構細いんですよ。やけどまあちょっとだけ余裕出たかな、あんま変わらんかなみたいな感じなので、まあとにかく普通のいつものサイズより下げることはないです。あいつもと同じかもしくは上げるかぐらいな感じになってるので、まあ、そんな感じでね見てもらえたらなということで、本日はですねノースフェイスのライトヒートジャケットを紹介してみたい動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。